様、クロエさん。レティシア、アベラルド。エレナさん。陛下、ご無事で。すまない、わしが不甲斐ないばかりに。ロンベルトにこのような暴挙を許した。今は公爵の手から逃げ延びるのが先決です。さあ、私の肩を。ネアン殿はどうか先導を。陛下は私が。さあ陛下、私の肩に。ああ、アベラルド、良いのか腕は。ミラス様とマルキア様が新しい腕を授けてくださいました。すまぬ、頼らせてもらうぞ。何でもいいから早く逃げましょうよ。もう嫌。もう少し頑張ってクロエ。この事態はレイにも伝えています。きっとすぐに駆けつけてくれますから。さあ行きましょう。必ず王都を脱出します。それは少し困ります。ネアン殿、どういうことですか。この場所だけがどうしてもわからなかったんです。殿下のおかげで無事仕上げに入ることができます。冒涜マスク、みんな通路を引き返して。遅い。申し訳ありませんが、レティシア殿下、脱出はなりません。陛下ともども、急ぎ城にお戻りいただきます。思ったよりも動きを止められていないな。狭い空間であれば意識をすぐに奪えるという触れ込みだったのですが、生成能力が低かったのでしょう。この神経ガスの成分はコトリス山で採取された菌類をベースに作られていますね。なるほど、お前が彼らの言っていたアンドロイドか。バイル帝国と通じているあなたが私のことを知っていることに驚きはしませんが、それならば覚悟してください。それは。安心ください。陛下はこちらの牢におられます。お目覚めではありませんが、生きておられます。そうですか。とても信じられない。なんで。私も同じ思いです。まさか手をまでが。叔父上が王国の現状にご不満をお持ちなのは知っていました。でもまさかこんなことまでするなんて。アベラルド、ベルトランド大佐は別の牢に連行されたのでしょう。大佐も陸軍騎士です。よもや。それ違います。え、ベルトランドさん、私とエレナさん
逃がしてくれた。心配してくれた。嘘、ないです。だといいのですが、帝国軍が目前に迫っているというのに、今攻め込まれたら一体どうするつもりなの？ご安心ください、その心配はないのですよ。ネアン、テオリー、その女はコトリス山に潜んでいた帝国の患者だぞ。知ってる、騒ぐな。貴様ら最初から帝国と。ようやく分かったの、ずいぶん鈍いのね。嘘、テオニー、嘘よね。星上もまさかそうなの？帝国がこの隙に王都に攻め込むということはありえないのです。そもそも私はバイル帝国の人間です。陛下と殿下がここにおられて、ロンベルト公爵が我々の誘いに乗った今、もう戦いは起こりません。どうぞご安心ください。明日王国軍諸将、そして陛下と殿下が処刑されるのを最後に、誰も死ぬことはなくなります。世界は平和になるのですよ。殿下の願いが叶いますね。お喜び申し上げます。ネヤン、貴様テオ、なぜ黙って見ている？どうしてしまったんだ？お前が姫を、レティを手にかけるというのか？全部レイが悪いんだ。あいつさえいなければ、お前たちはきっと今でも何もできずにディベルあたりでうろちょろしてただろう。何？レティがミダス様を探しに行くと無茶を言った時、俺は嬉しかったよ。これでお前たち二人がいない間に全部終わらせることができるって思ってな。散々お膳立てをしてやっただろう。テオニーも、私が何もできないと思っていたのね。そうであってほしかったよ。そうすりゃお前たちをこの手にかけるようなことをせずに済んだんだ。もう手遅れなんだ。奴は父親と違って迷いが多い。私はアベラルド、殿下にまとわりつくあなたさえ王都を離れてくれればよかったんですがね。まさかお前。ご想像の通りですよ。ネア、王女にくっついていたオーブはどうしたの？何？私たちがデュマと呼ぶオーブ、あれは危険なものよ。王女についていたはず、どこにあるの？探させよう。だが殿下を処刑すれば、そんなことは大した問題ではあるまい。それはこちらが判断すること。アンドロイドの分析もしなければならない。急ぎなさい。皇帝陛下のお力を傘に着よって、いまいがしい。殿下の仲間はニルベス大陸に足止めしています。さすがに今回ばかりは助けが来るとは思われないことです。何か方法があるはずだ。誰かいないのか？こんなことが許されるのか？テオ、ロンベルト、オーシリアス王国騎士の誇りをなぜ失った？レ
ティシアさん。もうどうしようもないのね。レティシア殿下、先ほど陛下とレティシア殿下の本日の処遇が決まりましたので、外においでいただけますか。どうしようというのです。いいお話ができると存じます。殿下さえ了承してくださるのなら、殿下のお命はもちろん、王国にも長きにわたる平和が訪れますよ。参ります。こんなことになってごめんなさい。レティシアさん。姫、行くな、やめろ。姫、くそ、どうにもならないのか。せっかく腕が治ったというのに、私はまだ何も。アベラルドさん、アベラルドさん、アベラルドさんの腕、何か変です。腕の中で力膨らむ、変です。大丈夫です。これは姉やん、貴様。よしましょう陛下、そのざまで凄まれてもこっちは哀れみしか湧きません。今さら何の用があるの。らしくもなく捨て鉢ですね。別に今ここでお二人をどうこうするつもりはありません。いい話があるんです。王室の存続にも関わる話です。良い話をする者の態度ではないな。今後の王国はロンベルト公爵が実権を握ります。もちろん帝国の属国という形にはなり、その証明のため陛下は処刑されることになります。ですが、これでもお二人に長く付き従ってきた、せめてレティシア殿下の命だけはお守りしたいのです。お二人ともゲラルト殿下をご存知ですね。ボルドール皇帝のご嫡男、帝国の皇太子ですね。ご結婚される気はありませんか。何？皇帝陛下がお望みなのです。ゲラルト殿下と結婚してくだされば、現在の王党も存続し。お断りします。この後に及んで誇りまで売り渡すつもりはありません。受ければ、あの犬みたいなお付きの騎士を助けると言っても。そんなことアベラルドも望みません。結構、残念ですが殿下の決断を尊重しましょう。レティ！ん？手紙。生きていれば変わることがあるかもしれないだろう。生きているから変わるのよ。敵の恩情で生かされてないと生きられないなら、死んでいるのと一緒だもの。殿下は誇りある死をお望みだ。その選択を支えてあげたまえ。ねえ、私もロラン、今あなたも殿下に選択の機会を与え、殿下はそれを全て拒んだ。それが全てです。お連れしろ。この後どうするつもり。命をつなぐ道を拒んだのなら、その先は決まっている。そうですか。
レナさん、エレナさん、どうしてこんなことに。ああ、もしかしてあれを死んでいると思っているの？あれはアンドロイドよ。今は機能が停止しているだけ。死んでいない。今はね、すぐに同じことになるけれど。エレナさんをどうする気ですか？破壊するのよ。デュマを連れているのはあなたのようだけど、このアンドロイドも万が一という可能性があるから。さあ運びなさい。待って、エレナさん、起きて、起きてください。レナさんまで、どうして、どうして。無念だ、レティシア。お前の友まで犠牲にしてしまうと。いや、諦めたくない。まだ、デュマちゃん。王国の民よ、何も知らぬ諸君らの怒りはよくわかる。だが現王室は去る折にヘルガー配下病の蔓延を阻止できず、今もまた国内に蔓延しつつある病を放置し、ヴァイル帝国との戦に踏み切ろうとした。親愛なる臣民諸君の苦しみをいささかも顧みず、戦に邁進する王室をこれ以上放置できなかったのだ。今日このオーシリアス王国は終わり、明日からは新たなる偉大な国、ヴァイル連合帝国として生まれ変わる。これ以上臣民と忠勇たる騎士たちの犠牲を増やすわけにはいかぬのだ。先の城塞都市バルダーの戦で先に手を出したのは北欧陛下率いるオーシリアス王国軍であった。すでにヴァイル帝国ボルドール皇帝陛下は講和を申し入れてきたが、レティシア殿下はそれを拒み、陛下もそれに追随した。これ以上王室に国を任せてしまえば、王国と民の犠牲は、そして戦火は止めどなく拡大しよう。これは平和のための必要な措置である。これよりロンベルト・クレムラート公爵による新たな応答が始まる。ケーリ、火を。しばしお待ちを。父上、レアン参謀、どうか国王陛下とレティシア殿下の処刑、我が手に任せていただきたい。なぜ奴が。あなたの命令ではないの？手を。レディ、すまない、こんなことになってしまって。許してくれとは言わない。テオニ。だからせめて俺の手で幕を引かせてくれ。指一本も触れさせねえぞ。これ以上邪魔が入ると面倒だ。手を将軍ごと焼き払え。待て、ネア。放て。これはデュマ、デュマちゃん。レイは無
茶をさせますね。陛下、ご無事ですか？おお、何をしている！殺せ！敵襲！敵襲です！何？進め！レイたちが来てくれている。このまま混乱に乗じて突き抜けます。では、お主。これ以上は、どうしてやったわ。
顔。